え、別に明日休みだからデート行こうよ。デート？デート。マジのやつ？マジのやつ。うん。え、じゃあデートしようよ。しょうがないね。え、じゃあ決定でいい？集まれリモンチャンネル、くたびれリモンです。集まりまんじです。さあ、早速ですが、はい、本日はですね、通話アプリで女の子を家に呼んだ。最近あの YouTube の広告とかで、うん、なんかあの通話アプリ結構いろいろなあるね、うん。あれ使って、うん、ちょっともう女の子をうちに呼ぼうじゃないかと。そんな女いる？任しとけって。一応ね、あの、うん、ポイント制にしました。で家に呼ぶが。100ポイント100ポイント、うん、で、デートのアポ、うん、取れたら50ポイント50ポイント、うん、で、LINE 交換できたら30ポイント30ポイント女の子にマジマンジを言わせたら10ポイントマジマンジマジマンジ直接言わせちゃダメだで、女の子を笑わせたら1ポイントこれでやっていこうじゃあ対決ってことでいいのねそう負けたら罰ゲーム罰ゲーム何すんのちょ、コメントでコメントでうんちょっと書いてほしい罰ゲーム募集しますオッケーうんそれではやろうかってことで早速やってまいりますあもしもしはじめましてどうもさんっていうんですねはじめましてちょっとさあの僕初めてなんでやるの一回さ一発ギャグやっていいはいええー、園長先生園長先生22歳ってことはさ、最近までちょっと女子高生だったわけじゃん？なんか女子高生がさ、結構言う言葉、ちょっとそれ言ってみてほしい。ピエンコス。休みの日とか何してんの？ちょっとさ、今度デートしようよ。なんで？テンション高いデートしたいなと思って。言っちゃだ言っちゃだなんか例えばなんですけど、うん、でも結局バレンタインとかってやべえあと7分7秒6やべえ嘘言っちゃって全然ハマってないな全然ダメだったなあこんばんはこんばんは声かわいいですねなんか、本当ですか声が素敵なんで今度デートしません？はい。声はもう97点ぐらいですね。人生一ですね。ちなみにおいくつですか？24です。あ、僕28なんですけど、4個差がちょうどいいって言いますからね。確かに、うん、聞きます。趣味は？趣味は映画鑑賞。あ、いい。一番いいな、映画鑑賞。音楽ですかね。音楽？はい。聞くタイプ？あ、聞くタイプ。あ、聞くタイプはもうめちゃくちゃいいな。で、結構これもしかしたら運命の出会いかもしれないですね。そうですか。これはただの電話アプリじゃないですよ。僕もそう思ってたんですよ。声をもうちょっと聞いて連絡先聞くしかないと思って。電話番号言います。090ショートメッセージしてください。はい。あ、これでじゃあ僕正座して待ってるんで。今日隠れてる。お、来た。来たよ。え、来たじゃん。30ポイント加算しろや。これはでも LINE ダメでしょ。いやでもさ、LINE もほぼ一緒でしょ。LINE も電話番号も。おう。はじめまして。こんばんは。こんばんは、さんっていうんですね。今日はもう、あれ明日お休みとか？あ、そうだよ。仕事？明日も仕事だよ。なんだよ、デート誘ったのに。デート、俺はごめん、明日休みだったわ。やべやべ、どうしよう。どうすんの？え、別に明日休みだからデート行こうよ。デート？デート。マジのやつ？マジのやつ。あるんだよね。だって休みじゃないの。私転職して4月から、うん、勤務になるんだけど、うんうん、その制服の採寸合わせにその11時からって言われてて、それが終わっちゃえば全然大丈夫。じゃあそれ以降でいいじゃん。
え、じゃあデートしようよ。しょうがないね。え、じゃあ決定でいい？うん。 LINE とかってどう？いいよ。どうしよう、どう、え、何伝える？とりあえずアポ取ったってことでいいかな？オッケー、じゃあまたちょっと今日ありがとうね。またね。はーい。はーい、じゃあね。うおおいったら、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。こいつがおかしいって。こいつがおかしいから。これだって俺、LINE もゲットしたし、デートのアポも取った。80ポイントや。やったこの女、行かれてんだろ。こっから見せるだよ俺の女、家に呼ぶだよ、パコパコするだよ私。あ、こんばんは。こんばんは。すごい可愛い声してますね。ありがとうございます。じゃあ、 LINE 教えてください。早いね、展開がめっちゃ早いね。いやもうね、7分で仲良くなりたいんで、やっぱこうやって出会うのも運命だと思うんで。もっと仲良くなってからじゃないと無理。すごい仲良くないですか僕ら。好きな食べ物当てていいですか。パスタです。違う。和風パスタです。違う。違うくない。違う。A さん好き。パスタ好き。嫌い。好き。嫌い。A さん好き。嫌だ。でも全然違う話していいですか。うん。女子高生がやべえって時に使うフレーズ知ってますか。マジマジ。そう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 、それそれ、素晴らしいね。もう一回言って。マジマジ。もう一回言って。マジマジ。もう一回言って。マジマジ。これマジマジで、ね、バカや。50ポイントじゃん。10ポイントだよ。というわけで、うん、はい、まさかの結果になりましたけど。いやー、こんすごいね。でも圧勝よ。まあ圧倒的惨敗したんでね、マンジ罰ゲームな。よかったらコメント欄に罰ゲーム、満人させた罰ゲームを、どしどし応募してます。やりたくねーよ。よかったと思ったらまずグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。